ここからは数英の2章整数の性質について見ていこうまあ整数って聞くとねなんか嫌だなって人が多いと思うんだけど大丈夫一つ一つ見ていけばあ、そんなことだったのかって思えるからねまずは第1回目の倍数の表し方について見ていくよまずは今日のテーマとポイントを確認するよ今日は倍数の表し方ね 倍数っていうのは具体的に言うとこんな数ののの倍倍倍数4の倍数数これらは小学校の算数でも出てきたよねただ高校の数学ではねこの2の倍数3の倍数4の倍数をちゃんと式に表さなきゃいけないんだ式に表さなきゃいけないんだそこでこのポイントをしてほしい。整数計文字の計を用いて ののの倍倍倍数数数はははととととかかか表せるこれは整数形を用いて2の倍数だったら 2k そして3の倍数だったら 3k4 の倍数は 4k と表せるんだ。これなぜこう表せるかは問題を一緒に確認していくよ。 じゃあ例題確認していくよ。4の倍数数をを整数計を用いて表せという問題ね。まあね数学慣れてる人なんかだとこれ一瞬で解いちゃうんだよ。4の倍数を整数んこれ4の倍数だから4を書いてで文字の形を書いて4形。これで終わりでしょ。まあ答えはこれで OK。ただね数学ちょっと分かんないとうん,なんか分かったような分かんないような4の倍数だから4形か。 というう感じになっちゃうわけよだからなんで 4K と表せるかこれをちょっと見ていこうよまずね初めはこことっかかりはやっぱり4の倍数を表すわけだからこれを具体的にみんなで一緒に想像していこう4の倍数で知ってる数あるそうまあ4あるよね4の倍数っていうぐらいだから4あるそしてここ想像してほしい倍数って言ってるじゃん倍数倍の数なんだよ だから4を2倍して8あるし3倍して12あるし4倍して16あるしという感じで4をこうね何倍かしていくと4の倍数になるわけ。そしてこっち側も考えてほしい。中学校からさマイナスの数出てきたよね。これも倍数のほ一つなんだ。つまり4 ×ス1のス4とか4 ×ス2のス8とかこっちも 4の倍数に入ってくるここまで想像した上でこれらをね何とか k で表したいわけ。うんどういうふうに考えるのかさっきで、ね、先生重要なこと言ったよ。4の倍数って言ったよね4の倍数つまり全部ねこれ4な何とかの形になってるの分かるかな ?4 の倍数というぐらいだから4る1 4る2 さらには4かける。3。となっていて、こちらは4かける。4。4の倍数というぐらいだから4。かけるの形になってるんだ。こっち側を見てみても4。かける。マイナス14。かけるマイナス2と。こんな形になって全て4かける。なんとかの形になってる。式に表すんだったらこれらね。まとめて4。4かける？ まあ、何とかの形になってるって言えるよね4何かけるとの形じゃあここの何とかの部分何が入るかっていうとその答えはもうここにある一緒に確認しよう4る1だったり4四2 4る3もあれば4る4もあるこのあとける5 6 7 8と続くわけだね同じようにこっちも一、1イナス2 でマイナス3と続いてって結局さここに入るのって何だろうんまあ正の数でいうと1234とかなってくるしまあマイナス1とかマイナス2とかなってくるしこれらの数ってそうどんな数かというと整った数整数だよね。つまり で表せるからうん4の倍数っていうのは 4× 整数で表せるから問題文もう一回読んでみよう。整数の文字を今回こういうふうに置いてるわけだよね。整数計つながった !4× 四角ここの整数に入るのを今 k と置いてるわけだから 4×k で 4k と置けるわけだね。 だからこそ同じように2の倍数だったら 2k5 の倍数だったら 5k こんなふうに置けるわけだねじゃあ練習一緒に見ていくよ。次の数を整数形を用いて表せ。が3の倍数2が7の倍数ねじゃあどういうふうに表すかやっぱりね3の倍数7の倍数そういうぐらいだから。 3何とかの形7る何とかの形になってってここに入るのはそう例題で見た通り整数が入ってくるわけだよね。で今はその整数を文字 k と置いてるわけだから3る k の形にして3の倍数っていうのは 3k と表せるわけね。同じように7の倍数も7る整数の形だから。 7K と表せるわけ、ね、でこのね整数たまたま問題文では k だけどよく出てくるのね n っていうのも出てくるこナンバー数字のナンバーの略で n とかも出てくる文字は何だっていいんだよ整数を表す文字だったら何だって OK3k、OK、とか 3n とか 7k7n とか今回は問題文に k とあるから 3k7k と表せるよ。 今日のポイントをおさらいするよ倍数の表し方これね重要だよこれからの整数を解く一番の鍵になってくる2の倍数3の倍数4の倍数こういった倍数は整数計を用いて2の倍数は2 k 3の倍数は3 k 4の倍数は4 k と表せるこれだけ押さえていけば OK だよ